今日は2024年6月29日土曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは〇〇は言わないで。これ授業の時、私の生徒さんでも使う人すごく多いんだけど、あまり使わない方がいいなって思う言葉があって、もう先に答えを言ってしまうと、それは実は。これ結構みんな言ってない？実はの意味は、本当はとか、本当のことを言えばとか、実際はだよね。英語だと actually、 韓国語は知るんとかさせるんだよね。だからみんな多分相手が知らない情報を伝えるときに使ってると思うのね。例えば、実は私甘いものが好きじゃないんです。実はアメリカはあまり寒くないです。こんな風に使う人が多いんだけど、これちょっと三角。なぜなら、実は私甘いものが好きじゃないんですって言ったら、これを使うときは相手は私が甘いものが好きって思ってる。だけど本当は実際は好きじゃないんだよっていうときに、実はを使う。だから相手が自分のことをよく知らない状態で実はを使うと、え、実はって言われるほど私あなたのこと知りませんけどってなっちゃう。二つ目の、実はアメリカはあまり寒くないです。これも天気の話でしょ。天気みたいな軽い話にはあまり使わない方がいい。もし相手がアメリカがすごく寒いと思ってて、アメリカすごく寒いでしょうって聞かれたら OK だけどね。何も聞かれてないのに突然実ははちょっと変な感じ。実際に日本人が実はを使うときは言いにくいことを言うときが多いんだよね。例えば、同僚がなんか具合悪そうだけど大丈夫？私実は熱がありましてとか、友達が、これ超美味しいよ、一口食べる？私、いやー、実は辛いもの苦手なんだよね。みたいに、いつも前提条件が必要なんだよね。前提条件って難しいけど、実はを言う前に必要な条件。条件は直感、condition。その条件なしで実はを使うと、いやいや、実はって言われるほどあなたのこと知らないしってなっちゃうんだよね。でもこれ、日本語を勉強してる外国人だけじゃなくて、日本人でも必要以上に使っちゃう人が結構いるんだよね。
だから日本語を勉強している人は余計たくさん使いたくなっちゃうのもわかるんだけどね。ちょっと要注意。気をつけてみてね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。